どうもセルバイサラです。エクストリームフィールドワークキノコ入門編、タケノコの里が好き。暑セルバイサラの動画、はい、というわけで今回はですね、ちょっと風変わりな授業スタイルのキノコ入門編ということをやっていきたいと思います。このチャンネル、メインチャンネルの方から今シーズン分岐いたしまして、別に枠を設けてワンイシューでやらせていただいたところ、まあ、やっぱり世の中で言われている通り、まあ、より多くの人に見ていただいているということ で引き続き DM が来まして、これの種類を教えてくださいとか、動画でもっと食毒の解説を毎回週ごとにやってくださいといったですね、ご連絡を結構またいただくようになりまして、ちょっとそれ危険だなというふうに思いますので、まあ、そこの注意喚起と、じゃあまあキノコがどういう楽しみ方をすべきなのかなというのを、私若輩者ですけども、キノコにおいてはですね、まあ、それなりのノウハウと、まあ、下調べもした上でご紹介していければと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまずキノコの生態でございますけれども、菌類と申しますと、まあ、カビも含めたものでございまして、まあ、青カビとかね。ただキノコっていうのは子実体と呼ばれるですね、まあ、皆様がよく見ているキノコ、あれのことを言いまして、まあ、無理やりキノコを植物に例えると、まあ、あれは花とか果実とかそういうものなんですよね。で、普段は木の、まあ、朽ち木の皮の下とか、まあ、それぞれの菌が栄養対象としている対象物ですね。まあ、冬虫夏草の場合は他のキノコだったり他の、まあ、虫たち、そういったところにまあ菌がいて、菌床とか言ったりするんですけど、まあ、それがよーしじゃあお祭りだと繁殖するぜ、子孫をばらまくぜっていう時にキノコが出てくる、あれ子実体っていうんですけど、あれが出てくるものが菌類の中でもキノコと呼ばれていますというところでございます。で、そのキノコもですね、まあ、日本だけでも2500種と言われておりまして、実際ちょっとでもですねキノコにはまるとですね、普通に同定できない種類とか、有識者に聞いてもこれは分かんないとか、図鑑には載ってないだけれども、あ、これはあれの仲間で今仮の名前がついてるよとかですね、そういうのがザラにあるっていう、そういう非常にフロンティアな世界なんですよね。まあ、キノコっていうと本当に身近ではあるんですけれども、非常に分からないところが多いというですね、本当にフロンティアだと思ってまして、まあ、それがキノコ道の楽しいところの一つではあるんですけれども、でちょっと先ほど申し上げた通り、いろんな種類のキノコがいて、じゃあどういうふうに栄養を得るのかっていうところで分類すると、菌根菌というのがいまして、まあ、北海道でいうと落葉キノコと呼ばれているようなハナイグチとかは、まあ、特定の木、まあ、カラマツなんですけど、まあ、カラマツの根と根深いところで共存していて、まあ、お互いに栄養のやり取りをしているんですね。だからカラマツにとってもハナイグチなり、そのカラマツ林に生えてくれるキノコっていう菌根類のキノコっていうのは非常にありがたい存在、椎茸とかに代表される材を腐らして、そこから栄養を得るっていうものですね。で、これもいろいろいて、本当に腐ってから、あ、よろしくお願いしますっていうふうに寄生してみたいなものもいれば、生きてるやつを枯らすような結構ラディカルなやつらもいたりとかですね、そういうバラエティも面白いところでございます。キノコと言ってまして、先ほど申し上げた子実体というものばかりを私たちはこう殺到してるんですけども、まあ、そうじゃない人目につかず暮らしている期間の方がむしろ長いっていうことですよね。で、それはまた人目にほぼつかないということで、まあ、森に行って何もキノコねえやと言うんですけども、そこここかしこに菌糸がいっぱいいると考えるとワクワクしませんか。ご存知の通り、日本の場合は、まあ、キノコは夏から秋っていうのが実は最盛期でして、まあ、皆様秋暮れてからなんてお考えの方も多いと思うんですけども、実はハマってくるともう7月ぐらいからそわ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 キノコクラスターの方たちはしてくると、そういう感じでございます。で、この辺が難しいところ でキノコはですね、私はこれを追うみたいのが推しが結構出てきたりするんですけど、まあ、例えば私で言うと赤山ドリームとかよく動画でやってるんですけど、まあ、赤山鳥は、まあ、食べるっていうよりも取るですね、取る対象、見つける対象としてとても好き
まあ、井口会のアイドルなんて呼ばれてますけれども、あれもですね、あれはまさに夏キノコということで、夏キノコって7月中に出るやつもあれば9月入って出るやつもあればとかね、ある程度傾向あるんですけれども、ただやっぱりね、夏秋キノコっていう期間が設けられていると、7月にドバーッと出てあと全く出ない年とか、ちょぼちょぼちょぼとコンスタントに8月中とかも出てきて数少なく終わっちゃう年とかですね、全くこれ読めないんですよ。で、大体その私の住んでるのは北海道なんですけど、まあ、最近は北海道も蝦夷梅雨っていうのがありまして、でその時にどれぐらい降雨があったかとか、でその後の日照と、降雨の状況と、まあ、結果的にその林床っていうんですけど、森に入った時にどれぐらい土が濡れてるか、まあ、表層ともうちょっと深いところとどれぐらいの水分量が違うのかみたいなところを見ていくと、ある程度予測がつき始めたりはするんですけれども、まあ、その後どかどか台風が来たりとか、急に日照りが続いたりとかですね、それで止まっちゃうものとかはあるので、まあ、キノコは日照も必要と言われていたりするんですけれども、やっぱり何より雨ですね、雨と気温、これが揃わないとその仕事のいい頃合いっていうのがあって、出ないとかですね、出ても非常に調子が悪い、小さいまま終わっちゃうとかですね、そういったものがあります。でなおかつキノコは害して非常に期間が短いんですよ。極端なところで言うと、これもよく動画で出てくるんですけれども、スッポンタケっていうあの卵、白い卵みたいなやつからニョキって出るやつがいるんですけど、あいつらはですね、あの卵自体はできるのはある程度時間かかるんですけど、卵が割れ始めて実際のそのキノコが出てきて目的を果たすっていうのが、もう数時間単位で本当にこうこんな感じで生えてくるっていう、そういう種類なんですよ。だから正規に会えるっていうのはある意味非常にラッキーというところになります。あとヒトヨタケっていう、本当にもう一晩で終わっちゃうみたいな、まあ、植物でもそういうのありますよね。そんなのもいたりするので、だからね、あの図鑑作ってる人たち、カメラマンとか本当大変だと思いますね。ある意味夢の仕事だなと思うんですけども、実際靴底すり減らしていろんな山を歩き回ってるとめちゃくちゃ大変だなっていうのが非常によくわかりますね。で、あと、まあ、これはあの魅力の大きなところにもなるんですけれども、非常に不思議ですね、生態が。例えばあのベニテングタケって真っ赤じゃないですか。で、真っ赤で最初にその壺に入ってた時の壺からニョキって出てきて、その壺の破片が傘の表面に残るんですよ。本当になんかアーモンドクラッシュ的なスイーツみたいに、非常にいい塩梅でその粒々が広がると。で、それに何の意味があるのかっていうところなんですよね。これは解明されていないっていうか、本当になんか神のいたずらみたいなね、赤である必要はないとか、まあ、いろいろ説はあるんですけど、まあ、どぎつい色を出して毒だよってことを示して学んだその動物に二度と食わせないっていう信号を出してるとかですね、まあ、人間対人間に対してもそれ非常に有効だと思うんですけど、ただそうじゃない別に毒がないものとかもめちゃくちゃ紫でビロード状になっていたりとかですね、偶然にしても出来すぎているファッションショーみたいなものが森で定期的に開催されていると。で、毎回テーマが違うんですよね。ファッションショーっていうよりも何でしょうね、まあ、コミケとかそういうイベントがずっと続いていて、いろんなお店が出店してるみたいな、オータムフェストみたいな感じですかね。もう本当にもろに探さないと見つけるのも大変なトリュフみたいな、ああいうのもいれば地下に行ってるようなスッポンタケみたいにちょっとやばい形で出てきて、めちゃくちゃ生ゴミみたいな匂いがして、生ゴミでその匂いで先端のグレバっていうところに胞子がぐちぐちになっていて、でハエに分散させるんですよね。ちょっと珍しいタイプなんで、植物に近いような花の受粉に近いような動きをさせるものもあったりとか、美しいし神秘的だし愉快で、なぜかですね、これもよく動画で言ってるんですけど、小麦粉を焼いた食品と親和性が高すぎる主には私の好きなイグチっていう種類のキノコに多いんですけど、ノオタケとかね、ノオタケってもう完全にコッペパンなんですよ。めちゃくちゃ面白いですね。林、森の中歩いていてコッペパン落っこってるんですよ。もうそういうシュールレアリズムがたまらなく好きな人も、とてもキノコが楽しい。で、続いてキノコとの親しみ方っていうところなんですけど、これは今申し上げた通り知るっていうことですね。まあ、知識としてもう今はいい時代になってますから、
まあ、後ほど言う図鑑はもちろん必須なんですけど、まあ、図鑑がなくてもインターネット上で結構真面目なコンテンツとして有用性の高いものを個人で出しているようなキノコのサイトとかもあったりするので、こういう動画もエンターテインメント性も含めて楽しいし、非常にいい時代になってるんじゃないかなと思います。この動画を見てる初心者の方がいるとすると、まあ、これの動画を登録して見るぐらいですから、もう片足をキノコ沼に踏み入れてらっしゃいますよということで、もう実際行っていただきたいと。実際にぜひ行っていただくとですね、まあ、この今収録している9月の中旬ですと、まあ、全国的に大抵のエリアでどこ行っても何かしらの小粒っこかもしれないですけどキノコは生えてると思うので、ぜひ行っていただきたいというところですね。であとはまあ撮影するっていうことで、まあ、私は本当最近はほぼ五分五分ですね、取って食べる、あるいは乾燥して食品保存食にしておくっていうのも非常に楽しいんですけど、何よりも見つけて撮影するっていう流れがものすごい楽しいですね。被写体としてめちゃくちゃ魅力的、いつ何に会えるか分かんないっていうワクワク感と、それぞれの本当に一期一会ですごい綺麗ででっかいのに首かしげちゃってるとかね、めちゃくちゃ小さいのに完璧な形してるとか、まあ、難しくも楽しいということと、まあ、基本街中でポートレート撮るとか建物撮るとかお店で食べ物撮るとかと比べて他人に配慮する必要全くないんで、あとはまあだからそういう撮影して、まあ、それで絵を描く方もいるし、手芸でこうなんか立体物を作る方とかもいたりとかで、ある意味こうやって動画のネタにするっていうのもまあモチーフかなというところで、今はもう大体皆様スマホ持ってるとは思うんですけど、必ずあの撮影することをお勧めしますね。全部全部持って帰ってくるわけにいかないので、全体像、傘表、傘裏、柄でたくさん生えてるんであればちょっと引っこ抜かせていただいて、根っこの部分全体像をまた取り直すとかですね、そういうのやっておくと童貞に役立つっていうところがあります。でもちろんまあ食品としての利用も非常にまあ魅力的なところなんですけど、まあ、こればっかりに走っちゃうとねちょっと癒しさが出たりとかするので、まあ、わけわからずやっぱり根こそぎする人とかいるんですよね、商売やってる人とか、やっぱりそういうのはちょっとなっていう気は個人的にはいたします。で続いてキノコの過食判断というところなんですけど、これがまあ一番今回お伝えしたいところかもしれないですね。まずあの情報は参考にとどめる、レベルで言うと道の駅とか、あともうちょっとチャレンジングになると農家の店先に売っているものとかあるじゃないですか、あの辺になると実際誤食で中毒とか割とコンスタントに起きてますから、そういうその市販の養殖じゃないものになった時にもうスイッチ切り替えていただいて、例えば平竹とか書いて道の駅で売ってたとしても、それはあの話半分で聞いた方がいいです。これをあの売った人取った人は、あ平竹だと思って売ったんだね、それは一つ分かりましたっていうところで、それでもう持って帰ってきても本当にこれ平竹かなと、匂い嗅いだり笠原見たりとか全部して、で自分なりに覚悟を決めてそれで食べるっていうのが重要だから、キノコに詳しいっぽい誰々さんの友達の誰々さんから人づてにもらったこれ花井口らしいよありがとうで鍋にして一家で中毒したとかね、よくあるじゃないですか、毎年中毒事故起こってますので、まあ、今年だと結構若い方が黒髪もどきを、まあ、初キノコチャレンジでめちゃくちゃやばいやつに手出しちゃって、であれはね神経系の毒なんでやばいんですよ本当に。キノコの毒っていろんなのがあって、その対処できるやつもあるんですよ、煮こぼしてそれでもう極めて毒性を薄くしてなんとか食べるとかですね、まあ、私も過去マシャグマアミガサタケとかですね、ベニテングタケとかいろんなもの毒のキノコをあえて毒抜きして食ったりしてましたけど、毒抜けないやつも結構ありますから、迷信もたくさんあって、井口に毒なしとかですね、杉平竹は美味しいとか、そういう古い誤った情報もたくさんまだ残ってますので、ここはぜひご注意いただきたいと。セオリーとしては複数図鑑を用意しろと言われてます。でこれはまあいろんな理由があって、まあ、基本はあの情報は新しい方がいいんですけど、ただ図鑑といっても予算と制作期間とあとページ数が限られてますから、先ほど申し上げた2500種のうちの
何割かしか乗ってないんですよね。あと乗っていても情報がいまいち、老筋の腐りかけみたいのが仕方なく採用されている画像としてっていう場合も残念ながらあったりとかするので、まあ、できれば3冊ぐらいあるといいっていうところです。まあ、この辺は詳しく別の動画の、図鑑紹介を見ていただきたいと思います。その図鑑とか見てもですね、食えるか食えないか分かんない種類がとても多いです。まあ、有名どころ、まあ、だからどこキノコとして掲載されているのは実際中毒者が出ていて毒性も分かっていたりっていうのが多いんですけど、結構いっぱい中毒してるのに毒性がまだ解明されてないとかですね、そんなの当たり前にあります。で、一方食毒不明っていう種類がめちゃくちゃ多くて、ただ伝統的に食われているっていうものもあったりします。だからこの辺はですね、最新の情報を今インターネット非常にいいですから、まあ、できれば SNS で、まあ、私も最近専用の X のですねアカウントをまた分岐させて作りましたけど、まあ、有識者を何名かフォローしておくと結構有用に使えます。だから新種で今通種はどう言われているのかとかですね、そういうのが分かりますので、だから流れとしては、まあ、じゃあヒラタケっぽいのを取ってきましたという時に、自分はじゃあこれはヒラタケという情報のタグをつけましたってことになりますので、そこでヒラタケでググるんですよ。そうするとうぞうむぞうで出てきます。で、最近は特にインスタとか、まあインスタはほぼグーグルの結果に引っかからないと思うんですけど、ハッシュタグとかあるじゃないですか。で、やっぱりキノコ初心者の方とか、たまたまその菌に不得意な方とかがヒラタケかなみたいな感じでハッシュタグつけてたりとかするんですよ。私もたまにやっちゃうんですけど、私は最近はハッシュタグの後にヒラタケスペースハテナをちゃんと入れるようにはしてるんですけど、要するに似て非なるものがたくさん出ちゃうと。だそこもやっぱり勘がちょっと必要で、私の持ってるこのヒラタケっぽい菌とでヒラタケで調べて、でヒラタケ出してるサイトもいろいろありますから、例えば厚生労働省的なところに出てる画像があればそれは間違いないですよね。それと見てどうか。あ、そういえば図鑑2冊持ってたからそれも見てみよう。おお、近いなと。今度はインスタでヒラタケで見てみようみたいなことをして、最終的に確定させて食べるっていうのが一番安全でございます。逆に言うと、これかもしれないこれかもしれないっていう時は絶対チャレンジになるので、連休の前の夜とかね、予定も特にないとか、そういう時で、なおかつその ABC で残ったんであればどういうリスクがあるかですよね。一番やばいのは、例えばバラ色裏紅色がありっていうのと、アメリカ裏紅色がありっていうのがありまして、両者よく似てますと。で、ただ超過半化で裏を突かれると死ぬんですよまあこれも動画でやってますんで、アメリカ裏紅色がありを決死の初実食っていうのやってますけど、そういうのは基本やらない方がいいです。やるんだったら本当に場数を重ねて、どこで取れるどういう形のものがどっちなのかっていうのが確定への網だくじみたいなのがあって、そう消去法でこうやっていくっていうのがあるんですよね。あれでもないこれでもない絶対これでもないだとしたらこれだと思うんだけど、これに似た菌の他にリスクがあるやつは今のところ報告されていない、じゃあ行ってみよう、明後日も明日も休みとかね。だこれはおすすめしないです。これもな楽しい領域ではあるんですけど、むやみやたらにはやらない方がいいです。まあ、だからいずれにせよ、いろんな情報を最終的な自分の中で完結させて同定するっていう作業ですね。で、責任を持って食べるというのが重要でございます。最後、キノコのマナーということで、まあ、これはいろいろと諸説それの人たちなりの考えがあるとは思うんですけど、まあ、先ほどもちょっと申し上げた、やっぱ植物とはちょっと違うんですよね。キノコっていうのは、植物っていうのは基本的に全部目に見えてますよね。芽が出てきて伸びてきて花が咲いて実ができて枯れるって分かりますよね。でもキノコっていうのは、まあ、例えばカバノキの倒木に薄ヒラタケが出てましたと、まあ、じゃあその出てるうちの半分だけいただきましたと、全部状態が良くて、そうなってくると多分周囲のカバノキの調子が悪いやつとか倒木の中に子実体は出ていなくても菌糸が入り込んでる可能性ってめちゃくちゃ高いと思うんですね。で、菌糸がその子実体を作れるぐらいまでにどれぐらいの時間を要するかっていうのは諸説あって、多分種によって違うんですけど、他の近隣の同じような菌にも入っている可能性は高いです。
いうことになるので、まあ、仮にですけどどうしても腹減ってしょうがなくて9割取っちゃいましたという時に、まあ、その時の状態にもよるんですけど、ある程度胞子を飛ばせたのかどうかとか、老筋手前だったとしましょう。そうするとそれまでに飛ばした胞子があるし、1割残した分の胞子が自分が帰った後飛ばし続けてくれるんですよね。だからすでに蔓延している胞子に対してちょっとだけ足した状態になるので、一応そのエリアの薄いヒラタケっていうのはあんまり総量としては可能性としては減らないってことになるんですよね。でもそれ植物でやっちゃうとほぼ根こそぎになっちゃうじゃないですか。そういう意味ではある程度取れるとは言えるんですけど、まあ、特に私なんかは北海道で大人気の花井口も一応取るので、カラマツリンで考えるとですね、まあ一つもすごい広いカラマツリンで行きやすいとこがあって、何人も何十人も押し寄せるっていう森があるんですけど、私なんか不定休なんでちょうど爆誕の瞬間に出会うこととかがあるんですよ。やっぱ皆様土日とかに行くので、例えば今日も連休3連休の最終日の月曜日なんですけど、次出るのって木曜とか金曜なんですよね。でそういうタイミングに合わせていくとポンポコ出てるんですよ。結構比較ができて、当然あの入りやすい入り口とか王道みたいなところにはあんまないんですよ。でも本当にこんなとこまで行かねえだろうっていう端っことかに行くとポンポコ出てたりするんですよね。やっぱりそれっていうのは何回も何回も繰り返して菌床がなくなるぐらい取り尽くされちゃうと、増えようがないっていうエリアがどんどん増えちゃうっていうことになると思うんですよね。あとこれもまだ全然解明されてないんですけど、特に菌根菌なんかは好きな木っていうのは決まっていて、まあ、それ以外とは出られないっていう場合が結構多いんですよね。例えば松茸とか栽培できないじゃないですか。あの強制しやすい樹齢みたいなのもあるっぽいんですよね。古すぎてもダメだし若すぎてもダメっていうのがあって、で大体やっぱりその特に北海道の針葉樹林とかだと植林エリアが多いので、みんな同じ樹齢だったりするんですよね。だからその森の中でのキノコナ的な見方をした時の耐用年数みたいのがあって、そういうのも結構問題ですよね。だから最近はだからカラマツリンが老齢化してきていて、花井口に向かない状態に全道的になりつつあって、一方人気は上がり続けているのでっていうのが問題になっていたりはします。はい、であとまあ先ほどもちょっと申し上げましたけれども、人にあげるような量は取らないということと、あげる場合でも本当にもう責任を持って、自分がどういう動定力を持っているのか、そのあげようと思っている種が完璧なのかっていうのをちゃんと考えて、で私もやっちゃったことあるんですけど、マイナーな菌とかに抵抗があるまともな方って多いんですよ。私もだから大家さんにオミガサテがあげちゃったことがあって、まあその時は天日干ししてたんで言われちゃったんでね、何やってんのあれみたいな、いやこういううまいのがあるんですよっつって、ちょっとまあまあってなだめる意味も込めてですねあげちゃったことがあるんですけど、仕事のちょっと先輩の方にあげたりしたこともあったんですけど、あれちょっとやめた方がよかったなと思ってね。多分皆さんは食ってないと思います。無駄になっちゃうし、で編みガサタケも編みガサタケで絶対火を通してとかいろいろあるじゃないですか。体に合わないとかですね、食べ合わせとかもあるんですよ。アルコールと混じると悪い酔いするとかですね、いろんなのがあるので、基本はもうご家族恋人とかと食うで、無理やりは食わせないと。で基本はやっぱりね、腸内が活発になるような傾向がありますから、食物繊維的な感じで、なんかの重要な行事の前日とかには食わない方がいいと思います。あともちろんこれまあフィールドワークに共通の理念だと思うんですけど、ポイントは取得しましょうと。最近は本当にもう SNS が流行ってますから、例えば松茸取ったどーって稜線と一緒に撮影したら場所特定されて荒らされるとかですね、可能性としてはあるので、まあ、そこは注意した方がいいですね。あとハッシュタグとか場所とかでここで取ったみたいなことはやらない方がいいと思います。私今3年目の車がもうすぐ5万キロなんですよ。ほぼほぼキノコで消費してますん で去年買った結構いいトレッキングシューズがもうボロボロなんですよっていう感じで、もう時間と労力をかけまくって開拓した重要なあなたのポイントですから、非常に大事にした方がいいと思います。あと、まあ、これよく海外の映像、最終映像で皆さんやってるんですけど、井口特にですね、あるとこれぐらいよりでかいぐらいの井口で生菌を取る場合っていうのは、傘を叩くと明らかにその瞬間胞子がバーッと出ますので、ある程度叩いてから取ってあげると、まあ、その森の菌の今後においてはよりいいというところがあると思いますので、私も去年ぐらいから
なるべくやるようにはしてますというところでございます。まあ、というわけでですね、非常に深くて危ない海ではあるんですけれども、とても楽しい深い世界ということですので、ぜひ皆さんなりのですね、調べをして楽しんでいただきたい。ちなみに私が客観的に考えるこのチャンネルの使い方なんですけど、一応童貞が住んだやつは名前出してます、学名も出してますので、ちょっと手打ちになって恐縮ですけれども、気になるのがいたらそれでググってみると、なんでこの綺麗なの、何にも語らずにただ都名を出しただけでこの人が帰っちゃうのかなと思ったら、それ調べてみて、あ、食えないのねとかね、わかりますから、それをやっていただくのがいいんじゃないかなというところと、私の場合は北海道固定になりますけれども、結構ですね、寝方を見る材料にはなると思います。あ、この時期にこれを言って、これでこれが、ここでこれが取れたんだ、みたいなですね。で、それを長いスパンで1年、2年、3年と見ていると、あ、この菌、この年はこの時期に取れたのに、今年は遅いね、とか。あ、遅いのはこいつが言っていた今年は雨が少ないからだな、みたいなことがですね、頭の中でこう推定されていくと。なると、ご自身のフィールドでやるときに多分結構役立つと思うので、まあ、そのように使っていただくといいんじゃないかなと思います。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。